僕にとっての和食は、まあ、オーストラリアの食材を使って、それでここの土地に根付くものが、まあ、海外でやるべき和食かなと思ってます。オーストラリアの食材、極力オーストラリアの食材を使い続けてて、お客様にお出しすると、そうなるとどうしてもトラディショナルな形の和食ではなくなっちゃうパターンもあるんですけども、でも一番おいしい形でシンプルに素材の味を生かすということで和食、それが和食かなと思ってます。おまかせはやっぱりその旬の素材をベストな状態でお客様に合わせてお出しするのが、まあ、おまかせかなと。それで、まあ、メニューが決まりきったメニューがあるわけじゃなくて、まあ、ある程度のこう流れの中にその日のおいしいものをお出してくるというのが、まあ、正しいおまかせだと思います。でなかなかそれをやるのは、ね、大きなお店だとはできないんで、こういうサイズのお店で、まあ、お客さんの顔を見ながら、お客様のあと何度目かとかも、初めてのお客様には初めてのメニューで、で2度目一度もそのメニュー召し上がっている方には違うメニューでっていう形でお出ししてます。あまり仕込みすぎないで、その場その場でお客様にこう食材がどういうふうにお料理に変わっていくかっていうのも見てもらいながら、それも一つのエンターテインメントとして楽しんでもらいながらお料理できるようにしてます。息子がちょうど18になって高校を卒業して、まあ、本人が何やりたいのっていう時に、まあ、大学行ってほしいっていう気持ちあったんですけども、まあ、あまり出来が良くなくて、まあ、料理人をやりたいっていう意思を伝えてきたんで、最初は反対したんですけどね。でも、まあ、やるんであればじゃあ、僕はきっちりと一から叩き込もうと思って、で、まあ、それでじゃあそれをできる環境をと思ってお店を探して、まあ、それが結果的にこういう小さいお店になったんですけども、なんでも本当に手取り足取りじゃないですけども教えてるっていう感じですね、うん、一番最初に思ったのはやっぱこうお客さんがゆったり座って、まあ、どうしてもお料理が3時間からまあ長い時ゆっくり召し上がられる方が4時間ぐらいかかっちゃう時もあるんで、お客さんが疲れないように、まあ、椅子ですとか、それからカウンターのこの広さとか、そういったのは意識してやって、自分らしくデザインしようと。純粋な和食のこう無垢の木でっていうんじゃなくて、ちょっとこうファンキーな感じにしたかったんで、まあ、こういうデザインを自分でも考えて和の要素を入れたくて、それでまあ自分の祖父が西陣織の帯師なので、その作ったうちの祖父の作った帯をうちの母からもらって、でそれをお店の大黒柱に貼り付けようということでデザインとして使わせてもらってます。お客様すごいたくさん来ていただいててありがたいんですね。ただ皆さんこうお誕生日とか記念日とかのお客様が本当に多いんですよ。ただそうじゃなくて、そんなに肩肘張らないで美味しいもの食べたいなっていう時に気楽に来てもらえればいいなと、まあ、それが本当に一番実は僕が求めているお客さんの形 で、まあ、そうやって定期的に来ていただけると、まあ、僕もですし、それからまあ息子も含めてこう成長していくんで、どん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 良くなっていくだろうな。我々も日々こうお客さんたちにどうやったらもっと楽しんでもらえるかっていう部分を料理にこう入れていけるようにして、まあ、本当に何よりもシンプルに楽しく美味しいものを食べてもらいたいっていう、そこだけにこだわってやってます。